アッピア街道の道筋アッピア街道は、現存するローマ街道の中でも、最も有名なものの一つで、街道の女王の異名を持つ。新しいアッピア街道が1784年に、旧道に並行して敷設されたため、アッピア旧街道とも呼ばれる。ローマ市街の境界山セバスティアーノ問題3マイル付近の、チェチーラメテラの墓ローマ近郊。 アッピア街道州立公園期限三312年、当時のケンソルであったアッピウス・クラウディウス・カイクスの要請により、元老院の反対の中、ローマとアルバーの丘陵を結んでいた街道を改修、拡大し、不設が始まった。敷石には頑丈なウェスウィウスさんの火山岩が用いられた。アッピア旧街道の当初のルートは、ローマのセルウィウス城壁出口の一つ、カペーナ門を起点とし、 アリッチャ、アッピウスのホルム、テッラチーナ、ホンディ、ホルミア、ミントゥルの、モンドラゴーネ、カープアまでであった。紀元前190年、街道はベネウェントゥムやウェヌシアまでさらに延長され、紀元前244年にはタレントゥムとブルンディシウムまで延長された。また、途中のベネウェントゥムからブルンディシウムを直線で結ぶトライアナ街道が109年に作られている。 紀元前71年、約6000人の奴隷がスパルタクスに引きられ反乱を起こした。マルクスリキニウスクラススによってこの奴隷反乱が鎮圧されると逮捕された反乱者たちは、街道沿いに十字架にかけられ、それらはポンペイにまで達した。ローマ帝国の滅亡後、街道は長らく使用されなかったが、教皇ピウス6世の命により修復され再び利用された。 街道の広い部分は元の状態で現在まで保存されていて、ところどころは現在でも自動車道として使用されている。ローマに近い街道沿いの部分では、ローマ時代のボヒア初期キリスト教のカタコンベを多数見ることができる。ローマ不況に再始皇帝ネロによる弾圧で追われる身となった聖ペトロがアッピア街道の中途でイエスの幻影に出会い、主よ、どこへ行かれるのですかと 現在その場所には、ドミネクオ・バディス教会が建てられている。この時、もう一度十字架にかけられるために、ローマへというイエスの答えを聞いたペトロは、己のすべきことを悟って再度ローマへ赴き、逮捕されて、逆さ十字架の刑に処されたとされる。刑場の跡地は、現在のバチカンであり、墓所は、サンペートロ大聖堂となっている。サンセバスティアーノ門を起点とし、 ドミネク・オバ・ディカ教会の地点より10キロほどの緑地帯が続く旧アッピア街道はローマ帝国時代の石畳と松並木の風景、街道周囲の遺跡が今も残るアッピア街道修立公園として整備されている。並行して新アッピア街道という高速道路も存在しローマチャンピーの空港を経由して南東方向へと伸びている。 チャンピーノを過ぎたあたりで、修立公園の旧道は終了し、新アッピア街道と合流して、現代の道路の様相となる。ローマ帝国が、前120年頃の道路関連法、センプローニュスポース法に基づき、主要な街道に一ローマ,マイルごとに設置したのが、始まりとされ、アッピア街道にはこのマイルストーンが現在でも、残っている。起点は、フォロロマーノである。 1> 第1マイルストーン3セバスティアーノ門の少し先、トレニタリアの線路の手前に第1マイルストーンがある。これは76年に建てられたものの複製で、実物はカンピドリオ広場に置かれている。なお、第1マイルストーンの設置場所は、現在の位置ではなく、アッピア門のところであったという説もある。秘文は次のようなものである。I, IMP シーザー。 ビスプシネス・オーガスト、ポンティフ・マキシム、トリブ・パトエステッド7・セブン、IMP ・セブンティン・ PP ・センサー、COS ・セブン・デザイン・エイト・ここが一マイル、インペラ・トル・カエサル、ウェスパシャヌス、アウグストゥス、最高人技官、5民間7回、インペラ・トール・官ン17回国家の父・ケンソル、失勢官7回翌年失勢官8回 IMP、ナーバシー、クガスタス・ポンテフェックス、 マキシマス・トリビュー・ネチア、パト・ステイト・ COS3 パッド、パトリエ・ライフセット・インペラ・トール・ネルア、カイサル、アウグストス・最高人ー・官、ンギカン、コミンカン・3回、国家の父が再建した終点のブリンディジ。ありがとうございます。